よう、起きたかい、S。あ、ウサギが喋ってる？忘れちまってんのか。そっか、そうだったな。わーりーわーりー。うん、俺様の名前はジャッカロープ。このスーパーかっけえ角を見てみろ。全然ウサギじゃねえ。二度と言うなよ。まあそうだな、簡単に言うとお前の世話係だと思ってくれ。じゃあ早速お前の仕事について説明しとくか。 S、 お前の仕事はこの監獄ミルグラムの監守だ。囚人どもの管理をすればいいんだ。どうだ、簡単だろ。その上3食昼寝もついてる。最高な職場だろ。このミルグラムには今10人の囚人が収監されてる。どいつもこいつもパッと見シュッとした見た目のやつらだけどね。騙されんじゃねえぞ、あいつらは漏れなく人殺しだ。ただどうやって何があって何を思ってあいつらが人の命を奪ったのかはわからねえ。その真相と理由を解明すんのも監守であるお前の仕事だ。その上で囚人たちを許すかどうか決めてくれ。そうだ、監守であるお前には許す許さないを決める権利がある。どうやってあいつらの罪を分かればいいのかって、拷問、脅迫、いやいや、そんな前時代的なことをする必要はねえ。ミルグラムでは奴らの心象風景を歌と映像にして抽出することができる。お前はそれを見て聞いて楽しんでるだけでいい。どうだい、すげえご機嫌なシステムだろ。まあ一定の時間を空けないと使えないし、一度に全ての心象を取り出せるわけじゃないのがたまに傷だけどね。まあじっくり行こうや。囚人番号順に一人一人観察していけばいいんだ。厳密にはちょっと意味が違うんだが、ミルグラムは三審制ってのを取っている。お前はあいつらの罪を許すか許さないかを一日一回投票する権利がある。全員の歌を聴き終えたあたりで集計するんだが、それを3回繰り返してもらう。故に三審制ってな。で、今から始まるのが第一審だ。第一審が終わった時にお前が囚人どもの罪を許したか許さなかったかで、次の第二審期間中のあいつらへの処置が変わるってわけ。俺様的にはめんどくせえから全員許さなくていいんだけどね。許したか許さなかったかによって第二審であいつらから出てくる歌にも変化があるかもしれねえ。それによって見方が変わっちまうこともあるかもね。何が出てくるかわかんねえぜ。それもこの仕事の醍醐味だと思ってくれや。一曲聞いたくらいで何を許せばいいのか何を許さなきゃいいのかわかんねえよって。確かにな、さっき言った通り一度に全てがわかるわけじゃねえからね。囚人によっちゃ第一審じゃ何が罪かすら分かんねえやつもいるかもしれない。いいんだよ、分かんねえ時はお前の感性と直感で許せるかどうか決めたら、いっそのこと好き嫌いでもいいぜ。まあ適当にやった結果どうなっても知らねえけどよ。でもよ、じっくり観察するんだぜ。囚人どもから生み出される歌に全てのヒントは隠されてんだ。映像に、歌詞に、歌声に、やつらの罪の全てが隠されてる。忌まわしき囚人どもを丸裸にしてやんな。まあこんなもんだろ、こっから長い付き合いになるからよ、せいぜい楽しんでくれよな。あ、なんでこんな場所があるのか、ミルグラムって一体何なのか、自分は何者なのか、囚人たちは何者なのか、三審を終えた時に何が起きるのか。余計なことは考えるな。お前たちは監守で、あいつらは囚人、それだけでいい。分かったな。ああ、そろそろ囚人どもが気づく時間だね。準備はできてるね。ミルグラム、第一審開始だ。